プレハブ工法の例プレハブ工法は建築物の一部または全ての部材をあらかじめ工場で製作し建築現場で建物として組み立てる建築工法である近年の建築物には多かれ少なかれ工場で生産された部材が用いられているが従来の建築工法に比べて工場生産の部材を利用する割合が大きい工法に対して用いられる 学術用語集建築学編では、プレハブ工法、またはプレハブリケーションと定められている。一般に、この工法を用いた建築物は、プレハブ建築あるいは単に、プレハブと呼ばれ、この工法を用いた住宅は、プレハブ住宅と呼ばれる。プレハブ工法では、プレカットやプレキャスト工法などの手法で工場での品質管理の元で部材を生産するため、品質が一定で、 高い精度を確保できる。また、建築現場での作業が軽減され、工期が短縮される。さらに、大量生産によって、低コスト化を図ることができる。一方、確一的であると言われたデザインについても、多様化が図られている。一方、構造形式にもよるが、間取りの自由度が低く、増改築やリフォームがしにくいといった短所もある。鉄骨系のプレハブ住宅は、 軽量鉄骨を用いるため、重量鉄骨を用いる鉄骨作りに比べて耐久性が低い。プレハブ建築は以下の3種類に大別される。ユニット住宅の例プレハブ住宅は日本でのみ定着した広報とされる。2014年の日本におけるプレハブ住宅の着工個数は約14万個で、全住宅着工個数の15.7%を占める。 大手メーカーでは一社あたり年間1万戸を超えるプレハブ住宅を生産する。プレハブ住宅は以下の4種類に分類される。1920年代から1930年代にかけてドイツで短式広報住宅が試みられた。1950年代以降、アメリカで発達した通ォ法による住宅建築をベースにユニットバス、システムキッチンなどに代表される 住宅機能のユニット化が進み、格段の進歩を見せた。米国では、モービルホームとしても作成された。これは、住宅が2つなどに分割されて、それぞれが車輪がついており、牽引される現地で、接合されるタイプのもの。日本では、1941年に、住宅営団が木製パネル式組み立て住宅の開発、試作を行った。また、 1946年には戦後の住宅不足の中で工場生三住宅協会が発足した。1947年に千歳復興院が作成した簡易コンクリート作り、住宅基準では分類の一つとして組み立て式が設けられ、1949年には組み立て鉄筋コンクリート構造の試作棟が完成し、1950年にプレコンと名付けられた。 1955年には日本軽量鉄骨建築協会が設立され、小規模建築物への軽量型工の研究開発及び試作を行った。1959年に大和ハウスから現代につながる鉄鋼系プレハブ住宅がミゼットハウスという名前で販売された。6畳の広さのものだった。1960年には積水ハウスから鉄工系が その後、三沢ホームから木質系が販売された。1956年に浅田隆氏らが開発した南極観測のための昭和基地建設工事で、建材から工事をする必要がなく再氷船で、運び現地で組み立てるだけで使用でき、かつマイナス摂取50度という環境に耐える工法を三沢ホームが1967年から採用。また、積水化学工業からは、 ユニット住宅として、積水ハイムウェム1が販売された。近年では、在来工法にもプレカット材の利用が進むなど、影響を与えている。工場等で、あらかじめ製造された、プレキャストコンクリートを用いた、プレキャスト鉄筋コンクリート工法も、プレハブ工法の一種である。資材置き場兼事務所としての使用例阪神、淡路大震災時の仮設住宅としての、 使用冷水兵力をブレースに負担させることにより、主要な構造材に、軽量傾向を使用した組み立て式の建築物である。1960年代に開発され、リース用として、事務所、教室、倉庫等の用途で使用されるようになった。1990年代以降は、組み立てすら、不要のユニット住宅が主流となっている。建設現場の休憩所から、集会所、 大規模災害時の避難施設や仮設住宅など、機動性と設置の容易さから幅広く普及している。都市部の小学校や中学校では、児童や生徒数の増加に対応するために、仮設校舎が建設されることが多い。また、校舎の補強や建て替え工事の際にも、仮設校舎として利用される。2016年3月11日に、 積水ハウス株式会社が1963年に建築した山崎屋及び薄池別荘がプレハブ住宅として初めて国の有形文化財に登録された。この建物は軽井沢に主に秘書を目的とした別荘として建てられ、現在まで53年間利用されている。ありがとうございます。